今回はヘッドセットについてお話をしたいと思います。こちらはですね、アメリカのですね、プラントロニクスというメーカーの MS50 というヘッドセットです。まあ、現在も航空機で使われています。まあ、あの原型はですね、アポロのですね、管制官の時代から使われている、もう本当に古いヘッドセットです。実は60年以上前に開発されて発売されたんですが、いまだに、少しずつ改良されて今でも販売されて使われています。航空機のタイプとですね、航空管制用のタイプと2種類あります。こちら航空機パイロット用のヘッドセットです。こちらがですね、先端がマイクロフォンになっていまして、この透明なチューブが、イヤホンレシーバーが、あのレシーバーになっています。でこちらがですね、プラグですね。プラグはに、あのマイク用が PJ の068、ちょっと細いですね。でこちらが、ヘッドホン用のレシーバーですね、イヤホン用の、ジャックになります。これは、まあ、あの皆さんのよく知ってるステレオのヘッドホンのジャックと同じあの太さです。 PJ055 というふうに言います。こういったヘッドセットを、まあ、あのパイロットは飛行中に、頭につけて、まあ、管制官と話したりですね、するわけです。はい、それではヘッドセットの差し込み口ですね。737の場合はですね、こちらキャプテン席ですが、頭上の方ですね、頭のキャプテン席の左側の、頭上にヘッドセットのジャックが2つあります。こちらにヘッドセットを差し込む、プラグを差し込むわけです。はい、上側がですね、マイク用の、差し込み口です。下がヘッドホン、イヤホン用の差し込み口です。はい、こういった形で差し込みます。ヘッドセットで、送信する場合はですね、こちらの左席ですね、キャプテン席の場合はこちらの左手の方に、プッシュトゥートークスイッチがありますね。こちらのマイクって書いてあるボタンを押します。押してる間送信状態になって、離すと送信が解除されます。反対側の後輩席にも同様に右端にですね、こういったスイッチがついています。はい、こちらキャプテン席の操縦桿ですね。操縦桿の左手側のですね、背面の方にもプッシュトゥートークスイッチがついています。はい、こちら上側を押すとですね、航空無線用に、作動します。こちらを押すとプッシュトゥートークスイッチで、下側を押すとですね、これインターコムのスイッチになってまして、キャプテンと後輩がですね、相互にヘッドセットを通して話す場合はこの下側をします。で上側が、航空無線の送信用になります。まあ、操縦桿をですね、使って操縦しながら、無線の操縦信をする場合はこのボタンを使うことが多いわけですね。はい、プッシュトゥートークスイッチの3つ目ですね。こちらはですね、オーディオコントロールパネルの、左下についてます。まあ、上の方を、押すとですね、これスプリングロード式になってて、上を押すと、航空無線用 RT ラジオトランスミッションで、下がですねインターコム、キャプテンと後輩相互のヘッドセットで相互に喋れると、このスイッチがついています。はい、これと同じものがですね、後輩側にも右側の席用に、ついてる。はい、あとはですね、ハンドマイクも、キャプテン席と後輩席にそれぞれ1つずつ設けられています。
まあ、ヘッドセットのマイクを使って無線の送受信とか、機内アナウンスをしてもいいんですが、まあ、こういったハンドマイクを、使うことでも、まあ、無線の送受信と機内放送と、使用できるわけです。こちらがハンドマイクです。エレクトロボイス 903E というタイプです。こちらの、コネクタはキャノンコネクタ、まあ、XLR コネクタとも言いますが、キャノンの4ピンタイプが使われています。ハンドマイクにはですね、こちらにプッシュトゥートークスイッチがありますので、このボタンを押している間、送信状態となるわけです。はい、あとはですね、あのマイクロフォンをですね、まあ、ヘッドセットのマイクと、ハンドマイクのマイクどちらを使ってもいいんですが、それはまあこちらのマイクセレクタースイッチで選べます。まあ、これはシミュレーターなんでここしか作動しませんが、まあ、他のスイッチを押しながらですね、まあ、1箇所しか押せませんけども、これを押すことでですね、まあ、ヘッドセットのを使いたければこちらをプッシュトゥートークを使う、もしくはまあハンドマイクの方にもプッシュトゥートークボタンがありますので、そちらを使って喋ってもいいわけです。まあ、そのように使い分けることができます。あとはですね、まあ、これシミュレーターなんでちょっとこれランプがつきませんが、スピーカーっていう、スイッチもあります。SPKR スピーカーって意味ですね。これを押すとですね、ヘッドセットとか、を通さないでも音声が、スピーカーから聞こえるというわけです。はい、これは参考までにですが、これはまあ、シミュレーター用なんでこれダミーですけども、酸素マスクが収納されている部分がこちらになります。これは形だけで、実際はですね、酸素マスクはここから出てこないんですけど、実際の飛行機の場合ですね、ここのですねパネルのスイッチを操作すると、中からパカッと酸素マスクが飛び出してきて、酸素がですね供給されるというふうになります。まあ、これは参考までにお見せしますけれども、まあ、昔の、タイプの酸素マスクですね、昔のジャンボとかに、搭載されていた酸素マスクです。昔はこういった酸素マスクはですね、コックピットの頭上からぶら下がってるなんて写真見た人も、ことがある人もいるかと思います。こういった酸素マスクです。でこちらの方がですね、この中にもマイクロフォンが内蔵されてまして、こちらですね、酸素マスクをしながら、無線の送受信もできるというふうになっています。これはまあ今の飛行機には搭載されてませんが、昔の飛行機はこういったものが搭載されてました。でこちらの方がですね、酸素が供給されるバルブにこれを、つなげてですね、でマイクロフォン用の PJ068 プラグもここから出てますんで、これをまあパネルに、差し込んでですね、で、会話をするというようなことが、できるわけです。はい、こちらオーディオコントロールパネルですが、マスクとですね、ブームってのはヘッドセットのマイクって意味ですね。そちらの切り替えはこのオーディオコントロールパネルで、切り替えるという形式になります。